中村が開発責任者として開発したトヨペットクラウン。中村賢也はトヨタ自動車工業の元技術者で、初代トヨペットクラウン、および初代トヨペットコロナの開発責任者、トヨタ自動車での故障は、車両開発主査、後にチーフエンジニアに名称変更。また、日本の自動車開発におけるチーフエンジニア性を築いた人物でもある。兵庫県西宮市出身。 1934年3月に長岡高等工業学校を卒業。協立自動車製作所勤務を経て、1938年9月にトヨタ自動車工業に入社、志望として設計、実験の分野を希望していたが、出身校や溶接の知識に詳しいことが注目され、コロム工場、後の本社工場車体制参加工期係に入り、 属され、自社での大型2000トンプレス機の開発、溶接機の改良等、工場の生産能力の向上に尽力する。また、それと同時に、自社での本格的な乗用車を積極的に開発、生産するべきだと主張していたことを、当時の上層部に数多く発言していたため、当時、1950年頃、トヨタ事項の主な商品はトラックが中心で、 乗用車の開発に関しては、小型トラックシャーシに、セダンの車体を乗せていたものが多く、生産台数も少数であった。それがきっかけで1952年1月、車体工場時朝食の時に、当時の技術担当取締役であった、豊田英二から、今度開発する、本格的な乗用車の開発責任者になって、もらいたい、と言われ、これに対し、中村は、これは、 大株主はご承知でしょうかと尋ねたところ、豊田英二は、それは当たり前だとの返答を受け、中村本人もそれまでの生産担当関連の職から開発責任者への異例の抜擢を受ける形で承諾した正式な事例及び役職は1953年5月、技術部、車両開発主査。その直後より、市場調査から設計、生産開始までの準備に、 全力で尽力し、初代トヨペットクラウン RS 型を成功に導いた。なお、初代トヨペットクラウンは、マイナーチェンジ、フェイスリフト等を受けながらも、7年にもわたる、ロングセラーモデルとなった。また、開発当時の主担当員、当時、現在のトヨタ社内の故障、サブ CE は、後に、初代パブリカや、初代カローラの開発主査となり、後に、 80点主義アルファーの開発思想を打ち出した、長谷川達夫である。その後、二代目トヨペットクラウンの他に、初代及び二代目トヨペットコロナ、初代センチュリー、センチュリーの前身モデルである、クラウントも含むの開発主査として、開発に携わった。開発は、度胸と、常々部下や後輩に語っていた。初代トヨペットクラウン RS 独自の、観音開きドアは、 文金高島田の花嫁さんに乗ってもらわなくてはいけないという中村の理論から採用するに至った。開発初期はドアの閉まり方が悪く、長谷川達ら部下から安全上の問題で採用の反対意見をくらったが、堅くなに採用をし進めた。1980年にトヨタを退社、退社前から晩年にかけては電気で走行する自動車の構想を研究し続けた。 80歳を過ぎても自ら考え出した熱力学のプログラミングを自宅のパソコンに打ち込んでいた。自宅には1万冊の蔵書があり、仕事が終わると一切の付き合いを断り、自宅でも研究に没頭した。そして1997年10月に世界初の市販ハイブリッドカー初代プリウスの発売を見届ける。1998年8月11日に死去。 去年85、トヨタを作った技術者たち2001年トヨタ、自動車株式会社技術管理部官、創業者でもあり、当時、顧問であった豊田喜一郎のことを指す、1950年の労働葬儀の時に、その責任を取り社長職を辞したが、周囲の説得もあり、この年の6月に再度、社長として復帰予定であったが、この話し合いが出た、 直後の3月27日に死去。ありがとうございます。